新潟競馬場、今日は先ほど行われました1レースに続いて2つ目のなんと 1800m の未勝利戦。1レースは牝馬限定戦でしたが、このレースは牡馬、牝馬ともに出走となります。出走14頭のゲートイン、最後14番ゲートにシンキングダンサー井上俊樹騎手を背に14番ゲート収まりました。スタートしました。バラついたスタートになりました。先行争いに入ります。外11番のマイネルインディゴ出ていく構えか、間からは10番の東方エース、8番のサングラスポテト、内からは4番のスペイン、横に4頭が広がっています。先行争いを制していったのは東方エースです。4頭の後ろ、第2グループには6番のランスプレッドの外から上がって、さかなクン7番のシュゲルカンパチ、内からは5番のスノードルフィン、1コーナーをカーブしていきます。その後に1番のブルーベアカトラス、2番ムーンシャイナー、外から上がっていくシンキングダンサー、2コーナーへ向かって先頭、一旦先頭に立った10番東方エースを11番マイネルインディゴかわしていきました。2コーナーをカーブして向正面、10番の東方エース2番手に変わって外8番サングラスポテト並んでいきます。前まで1馬身の差、2馬身後方4番手、外からは6番ダンスペレット、内に4番のスフェーン、その後ろ2馬身3馬身14番のシンキングダンサー、中段の追走、あとは1馬身差5番のスノードルフィン、7番のシゲルカンパチ、その後に1番ブルベアカトラス、2番のムーンシャイナー、あとはバラついていまして3番のシゲルモウシロザメ、ストに9番のウエスタンジョリー、その後ろ3馬身4馬身開いて12番ソロモンの指は後ろから2頭目、1頭離れて13番ウィンパッション、単独の最高峰です。3、4コーナーの中間に差し掛かります。先頭11番のワイヤルインディゴです。リードは1馬身、8番のサングラスポテト2番手、外に出して上がっていく6番のダンスペレット、3番手から2番手接近、東方エース交代、並んでかわしていくスペイン、4コーナーカーブ直線に入ります。単独先頭11番のワイヤルインディゴ、リードは2馬身、2番手ですが8番のサングラスポテト前を追っている、徐々にその差が詰まってきた、さらに6番のダンスペレットに2を追っている、やや外に出して4番のスペインを追い込んでくる、さらに追い込んでくる、前は11番のワイヤルインディゴ、リードは1馬身、2番手1番のサングラスポテト、その差が詰まらない、先頭11番マイネルインディゴを突き放して降臨、2着8番のサングラスポテト、最後は2頭の3着争い、4枠の2頭粘る6番ダンスペレット、伸びてきた5番のスノードルフィンです。勝ったのは11番のマイネルインディゴ、先行争いやや控えるところがありながら2コーナーを前に先頭に立って押し切りました。8番のサングラスポテト2着3着争いが接戦です。1分53秒6、ゴールまでの 800m 49秒7、600m は37秒5でした。新潟の3レースが終わりました。関西までありありがとうございました。